こんにちは、優柔バンプです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで能力変更でアッパーをもらったミルナード。ドロー以外にバウンスでもコストガニになるようになりました。今回は多分そのアッパー部分が大きく影響した対戦になります。あとはゲノムエルを採用するかどうか。そこの部分で悩ましい選択を迫られましたが、結局刺さる相手はバフドラくらいだろう。そう思って不採用にしています。ミルナード2枚でリーサルを狙えるであったり、ゲノムエルを採用することに色々と恩恵はあるんですけど、そんなことするくらいなら処理してドローして回復、そのスタンスでデッキを組んでいます。そして通常の3コストカードを信じていません。コントラクトキーパーとかブラッドクローとか、今の環境だとちょっと足りないかなって印象です。カードパワーだけで見ると強いカードなんですけど、それで問題なかったらアッパーも使用率も変わっているはず。そんな読みも含めつつの不採用です。正解は知りません。ただ代わりに採用したカードがそこそこ動いてくれたので、そこそこ満足しています。満足できていない部分もありますけどね。とりあえずバルキュリアランスが1コストでドローするカードで、しかも突進付与で処理にも貢献してくれる。そこが地味に助かったりします。現状処理性能がそこまで高いとは言えないデッキなので、ちょっとでも処理できると便利なんですよね。攻撃力バフも嬉しいポイントです。そして嬉しくないポイントは反転する翼で発動しない点。一応打点値が場に出たわけですし、そこは起動してくれてもいいじゃない。そんな風に思ったりしています。大体装填の運調で起動すると思いますけど、気にはなっちゃいます。そして今話に出てきた装填の運調。採用理由はシンプルに強いからです。弱稼ぎついでに細かく理由を説明していくと、まずこのデッキ、バリアにめちゃくちゃ弱いんですよね。一緒にジュディスのナーフ解除もあったので、聞く読みのバリア解除行動を利用しよう。そんな意図がありつつの採用です。そして EP 回復カードとしても期待していて、EP が回復するとミルナード2枚でリーサルが狙えたり、アスカ&シオリを起動させやすくなったり、いろいろと恩恵をもたらしてくれる可能性があります。とにかくバリューの高いカードになっているので、シンプルに強いという理由での採用になっています。あとはシグナと真相究明。シグナもバリア破壊要因だったり、潜伏を置きで面処理させたり、打点以外での利用方法がメインになっています。とにかく面処理が弱点かなって思っているので、そこに注力した形での採用です。あとは1コスト余るともったいないので、引くと便利かなって思ったりもしてます。エコだね。真相究明は個人的には必須だと思ってるんですけど、それが正解かどうかはわかりません。面処理以外にも守護に弱いデッキになっているので、真相究明がないとなかなか勝てません。勝てるにしてもターンが伸びての勝利になりそうですし、ターンが伸びたらデッキがなくなりますし、確実に 8PP で勝ち越すという意思のもと採用されています。逆に言うとそれくらいしか勝ち筋がありません。リリーがランク間に増えたら絶望的ですし、落下環境に救われている状態です。なのでアッパーで強くなったもののよくてティア3位。そんな感じです。まあアディショナルか時短でも追加されるはずなので、可能性はまだまだあります。デッキを掘るだけで起動するコンセプトなので、狂乱や進化と組み合わせて使えるところも魅力ですし、今後も色々と模索したいなって思ってます。模索よりもアッパーに期待したいんですけど、さすがにレジェンド2枚のアッパーはないですよね。リベレートのバウンス追加だけで相当強くなるデッキなんですけど、今回アッパーされなかったので絶望的です。リベレートがバウンスしたら EP も回復するし、守護も設置できるし、1コストで2枚消滅できるし、相当強さが上がるんですけどね。そこがどうにかなったら嬉しいなって思います。もしくは消滅しないように手札に温存する、そういうプレイングでカバーするかですね。私には不可能です。ということで負けなければリーサルなのでリーサルです。覚悟はいいか。ぬくぬくな海で、すくすく。お兄ちゃん、かっこいいね。どこを刺せば避けるか知ってる？
こを刺せば避けるか知ってる？どこを刺せば避けるか知ってる？夜の空へと。好きなんて言ってないけど。やるな。見事なもんだ。マガチオバンプ。ということで優柔バンプでした。とにかくドローして消滅して、ミルナードで OTK を決める。やることは非常にシンプルなデッキです。対策が容易なので流行ったら潰されますが、流行らないので多分潰されません。悲しいね。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。夜天へ至るわ、この私。指導展開、発動。禁断の愛など闇をないさ。高温上空をクリア。憎き光だ。夜の空へと。ご飯の後は名物に溶けてしまう。停止します。高温上空をクリア。ものづくりには自信あり。行くぞ。エマージェンシーモード。見つる感じ。神か、それとも私か。停止します。上を満たすは十人の落ちゆく定め。停止します。勝利、僕を証明する。ベトルに見えて中身は最新。お兄ちゃんかっこいいね。どこを刺せば避けるか知ってる？禁断の愛など闇夜にないさ。禁断の愛など闇夜にないさ。どこを刺せば避けるか知ってる？上を満たすは十人の。これ以上は。こんなことが。憎き光だ。憎き光だ。大目を取るゴミクズ。なし。ここからだ。カメラはこの子に全任せ。しかも今こそダークネスタイム。呪い、目覚めて溢れる。行くわよ、ゴン。我が闇は気高く揺れかけてしまう。上を満たすは十人。我が心悲しみに。
明を起動します。これ以上は無能に劣るゴミクズ。我が心悲しみに近い。どこを刺せば避けるか知ってる？どこを刺せば避けるか知ってる？どこを刺せば避けるか知ってる？ぐわっ！ぐわっ！ぐわっ！大したものだな。